はい、おはようございます、テレスケです。今日はね、松原ダムにやってまいりました。だいぶ水位の方も上がりまして、もう水がここまで上がってきております。確かね、ちょうどこの線のとこくらいまでくらいが満水でしたね。なのでもうちょっと水位が上がるかなっていう感じです。今日はまた何かを起こしてくれそうな雰囲気の松原ダムですね。それでは釣りを開始します。はい、で今日はですね、ちょっと一人でランチングするので、ここにロープをつけてですね、ここの予備タイヤにとこにくびって、である程度こう一人でボートが浮いても流されていかないようにしてます。で、後でロープを手繰り寄せて引き寄せる感じですね。の方が一番楽かなと思ったのでそうします。はい、それではランチング行ってみます。